初めまして金巻です、えー、私の名前は金巻豊二と言います、えー、まず3つこれは先ほど申しましたように主人公とライバルと脇役は絶対押さえときましょうよねとそういうことです。基本的な方いうのは、えー、行っって帰ってくる話これはまあもう昔から今も全部この「行って帰ってくる話」が。 あ使われていいるととうことですもう昔話やった「桃太郎」もそうですし「竹取物語」「釣りの恩返し」「ジャックと豆の木」も行って帰ってくる結局、えー、短編の積み重ねやからねこの説のお話がいくつもあるっていうだけのことやから。